はい、どうも、今回紹介するのは、青島のスーパーカーシリーズの一番新しいやつですね。ランボルギーニ・ディアブロ GTR。多分、昨日、今日ぐらいでね、店頭に並んでるところには並んでるんじゃないかなと思います。今回、うち、また、いつも通りね、スーパーカーシリーズはちょっと注文で取り寄せみたいな感じにさせてもらってるんですけど、で、それで注文いただいてたので、今日、うち入ってきました。相変わらずね、スーパーカーのことはわからないのであれなんですけど、要はディアブロ GT の、レース仕様ってことでいいのかな？パッと見て箱絵でわかるのは、このキルスイッチのね、やつとか、あとは、リアウィングの形状が違ったりとかっていうのは、パッと見てわかるかなっていう。あと、多分この牽引服のところもなかったと思うんですけど、で、これ組んだ人からね、ディアブロ GT にはないけど、GTR にはあるモールドがあったからね、みたいなことを聞いてて、これ注文された方かな。で、へえ、そうなんだ。自分はわからないまま聞いてました。なんかこんな感じですね。どこが違ってんのかな？ディアブロ GT が出てから結構日数が経ってるので、ごめんなさい、ディアブロ GT の方はね、ちょっと具体的にどういう風だったかっていうのはしっかり覚えてません。見直せば済む話なんですけど、ちょっと時間的な余裕もあまりないので、さっさとやっていきましょう。ガラスパーツ、ここのね、この小さく開くところのやつ、このモールドが刻印されてますけど、これ GT の方にもあったかな？ボディパーツは変わらないのかな？あ、変わってんのかな？多分違いますよね、この辺見ると。このキルスイッチのやつがちゃんと開いてたりとかするので。あとね、ボンピンがね、ここに一体成形されてます。で、今回、この注文されたお客さんからね、エッチングパーツセットも注文お願いしますって言われてたんですけど、ディアブロ GT の時は、エッチングパーツセットが確か出たと思うんですけど、GTR はね、エッチングパーツセットが出てないんですよ。で、じゃあ、ディアブロ GT のエッチングパーツ取り寄せればいいんじゃないって話になるかもしれないんですけど、ディアブロ GT のエッチングパーツが再販かかってないんですよ。だからね、共通だったんだったら、GT と GTR 共通ですよって言って出してくれればいいのになぁなんてことを思いました。エンジンとかは一緒なのかなぁ。マフラーとかひょっとしたらちょっと取り回しとかが違うかもしれないですけどね。ホイールもセンターロックのナットのやつですけど、あんまりなんかかっこよくないかな。実写はこういう形だったのかもしれないですけど、あんまりなんかかっこいいって感じはしないな。で、多分ね、スタジオ27とかタブデザインの方とかから、出てくると思うんですよ。その GTR 用のレーシングカーのデカールとかね。そういうのが出てきたらね、またね、面白いことになるんじゃないかなと思うんですけどね。マフラー形状も。あ、でもマフラー形状はディアブロとしか刻印されてないな。あとは一緒なのかな、基本的には。金型追加っていう形なので、ナンバーデカールも一応ついてますけど、ナンバーつけることある？ ディアブロ GTR で。で、でも社名プレートですけどね、社名プレートですけど、こういう車ってなんかその社名プレートっていうイメージはないんですよね。タイヤはスリックタイヤになってますね。社名プレートつくのかな？競技車両でしょ？ GTR って。これエアジャッキかな？エアジャッキかなっていう部品がついてますね。多分これはなかったと思うんだけどな。あ、給油口パーツもまた違うんですね。ちゃんとレース用の給油口になってますね。やっぱちょこちょこ変わってますね。そりゃ変わってて当たり前か。GT と GTR だもん。相変わらずね、ちょっとスーパーカーのことは全然わからないので、すごく疎い、お前何言ってんだこいつみたいな感じかもしれないですが、こういうね、ラムエアタイプのインダクションボックスはなかったような気がするんだよな。見えてるかな？
このラムエアタイプのインダクションボックスっぽいやつ。まあ、ちょこちょことこういう風にね、違いがあったりとかするので、まあ、この注文してくれたお客さんはね、あの GT が出たっていう時にも買ってもらってて、で、あの GTR を多分出るだろうなって思ってて、で、青島からちゃんと発表があったら、もう即注文いただいたっていう方だったので、待ってたよって方、ディアブロ GT はちょっと我慢してたけど、やっぱ GTR の方組みたいよって方は、お早めにね、購入された方がいいかなと思います。多分ね、ちゃんとボディパーツ、GTR って文字が入ってるので、やっぱボディパーツも別物なんだな。スライド金型なのかもしれないですけどね。うん、GT と両方置いてあるお店がどれぐらいね、世間にあるかはわかりませんけど、まあね、並べて置いてあるようなお店があったらね、で、両方買ってみてやるのもいいかもしれないですし、で、実際2台同時とかでね、組んでみてね、あ、ここはこういう風に違ってるな、ここはこういう風に違うんだな、みたいなことをやってもらうといいかもしれません。ボディの方でね、成形不良みたいなやつがあるよ、みたいなことをディアブロ GT の時だったかな？あれ、パーニーだったっけ？ごめんなさい、コメントいただいてたと思うんですけど、これはそんな感じはなさそうですね。うん。ちょっとここに処理しにくいところにパーティングラインがあるかなぐらいの感じですね。定価がですね、4500円です。まあね、ちょっとね、試しにやってみようっていうのにはちょっと厳しいかもしれないですけど、うねりに自信のある方、ぜひやってみてはいかがでしょうか。というわけでですね、今回紹介したのはですね、青島のランボルギーニディアブロ GTR 紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。